AMDK63 は AMD が開発した x 8 6互巻のマイクロプロセッサである。K63 は AMDK6 から2プロセッサをベースに二次キャッシュを実装したプロセッサー。3 n o に対応、一次キャッシュはデータ 32KB、命令 32KB の合計 64KB、スーパーソケット7という点は K6 から2に順じている。 ソケット7としては初めて二次キャッシュを実装し、その容量は 256KB。また CPU コアの動作周波数と同じ周波数で動作する。競合する当時の Pentium 2や Pentium 3の二次キャッシュは 512KB であったが CPU コアの動作周波数の半分であり、またセレロンはコアと等速ではあったが 128KB だった。二次キャッシュの実装により、 従来のマザーボード上のキャッシュメモリは3次キャッシュとして利用できる。その機能を AMD はマーケティング上の理由からトリレベル契機と命名し、3次キャッシュとしてサポートされる外部 SRM 容量は最大2メガバイトとなったが、当時市販されていた K63 対応マザーボードおよびそのチップセットで2メガバイトのキャッシュメモリを実装、あるいはサポートしたものはほぼ皆無で、 大半は 512KB あるいは 1MB 搭載であった。K63 は AMD およびソケット7のプロセッサの中で最も高速なプロセッサとなった。パフォーマンスは Pentium3 の一つ上のクロック周波数の製品と同等を実現していると AMD は主張している。その根拠は AMD の調査では Pentium 3に比べウィンストーン99を使用したベンチマークで Windows 98上で 6%Windows NT 上で4%高速セピアマーク32では Intel Pentium 3より K63 は30%高速であるとしている実際は同一クロックの Pentium 3を上回った程度だとの見方が強いこれは K63 では 不動小数点演算性能よりも整数演算性能の向上を重視した実装が行われた結果、ベンチマークテストにおいて不動小数点演算能力がペンチウミーより劣ると判断されたためである。しかし、パーソナルコンピュータ上で最も多く使用されているアプリケーションソフトウェアであるワープロ、表計算、メーラーなどのオフィス系ソフトでは不動小数点演算性能は 使用感の向上にはほとんど寄与せず、整数演算性能やクロックの向上、それにメモリアクセス性能の改善が体感性能に直接的な影響を及ぼす。このため、大容量の二次キャッシュを実装し、不動小数点演算能力の重視よりも、使用頻度の高いオフィス系ソフトの使用感を向上させることを念頭に置いた、このプロセッサは特にソケットなどマシンのままで、 実用的な性能の向上を求めるユーザー層に強く支持された。もっとも、K63 は、K6 から2のコアに SRM を付加した設計となったために、トランジスタ数は2130万と大規模化し、当時、AMD のチップ製造ラインで、使用可能であった製造プロセスの制約から、そのシリコン台のサイズを、K6 から2の81平方ミリメートルから118、 平方ミリメートルへと巨大化せざるを得なかった。それゆえ、このチップは量産時の製造部止まりの改善が困難であったと伝えられている。その結果、価格も計6から2とは比較にならないほど高価に設定されており、既存ソケット 7K マシンのアップグレード手段としては歓迎されたものの、メーカー製 PC においては、この CPU を採用する例はほぼ皆無であった。 K6 からに及び K63 は AMD が独自に定義したマルチメディア拡張命令セットであるサンナウを使用することで同クロックのペンチウミーを凌化する不動小数点演算能力を発揮する。だが、このサンナウを利用するためのソフトウェア開発環境が整備されておらず AMD による支援策はライブラリーの提供にとどまったため この命令セットを利用するソフトウェアはあまり普及しなかった。もっとも、グラフィックカードなどのドライバでは、この新命令セットを積極的に活用する例が見られ、当時 3D グラフィックチップのオスとして知られた 3DFX 社の VOODU oo シリーズ用ドライバが、この命令への対応を明言していたことが知られている。この CPU は、次世代 CPU であるアスロンが発売されたことで、 アスロンの性能と K6 から2の価格との狭間まで存在意義が薄れ、より収益の大きいアスロンの製造数を確保するためにメインストリーム向けの生産が打ち切られた。ただし、製造プロセスを縮小して、ぶとまりの問題を改善した K6、3プラスや K63 の内蔵二次、キャッシュ容量を半減した K6 から2といった同系の後継製品が主にモバイル向けとして出荷された。 これらについては、K63 に比して内蔵二次キャッシュの冷点子が若干増やされており、このため、K63 は同一クロックの K63 と比較すると処理速度がやや劣る。ただし、製造プロセスのシュリンクによって動作クロック周波数が、K63 の最大 450MHz から最大 550MHz に引き上げられ、サンナウ、命令も、 アスロン向けの改良を反映して多少の修正が加わったエンハンスドサンナウとなっており、また製造プロセス変更による低発熱化も実現されているため、総合的には改良あるいは改善されていることになる。ありがとうございます。